はい、こんにちは。今日はですね、こちらご紹介いたします。もうね、いろんなところでいろんな方がね紹介されているかと思いますが、マンフロットのですね、はい、こちらピクシーというですねミニ三脚になります。はい、ちょっとね動画撮るときに手持ちの動画を撮っているんですけれども、結構コメントとかでね三脚使った方がいいですよっていうような声もありました。あとですね、花火撮るときにですね、まあ今までですねスリックとかウェルボンのまあそこそこ大きい三脚を持って行ってたんですけれども、ちょっとね大掛かりになりすぎているのでコンパクトに撮れないかなということで、こんな低い三脚だけ持って花火を撮ってみようかなと思ってですね、ミニ三脚を購入してみました。はい、はい、そしてですねこちらがですね、はい、傾き角度-35から35度ということで、ちょっとね花火とか上の方のものを撮ったりするのや下向いたりするのに角度足りなさそうかなということで、はい、こちら今回こういったものをね組み合わせてみたいと思います。はい、ベルボンのですねボールソケットヘッドということで QHD21 自由運台になります。はい、こちらこんなちっこいんですけどね、結構0.66kg ということで 600g まで耐えれる。そして実際ビッグカメラでこちら触ってみて、強度とかね見てみたんですけれども、しっかり締めればもう少しいけそうな感じはしています。はい、ということでちょっとね開けて組み合わせてみたいと思います。はい、出してみました。まずねこちらマンフロットのミニ三脚から見ていきましょう。はい、こんな感じで金属かな、これ結構ね思ったよりずっしりとかまではいかないですけど、ずしっとくる感じですね。はい、そして特徴なのがこれね、こうやってグリップで持った形も使えるんですよ。なのでここ先っぽにねカメラつけて、はい、はい、こんな感じで、はい、わかりますかね。こちらちょっと RX100M2 がついておりますけれども、楽にね撮影できるスタイルかと思います。まあ主にビデオ撮影だと思いますけれども、はい、で元々の三脚としてはこのように開くことができますね。はい、そしてそこにねゴムがついてるので意外と止まるんですが、ちょっと今重いかな、全部開きましょう。はい、こんな感じ。はい、このような感じで取り付けることができます。はい、なかなかしっかりしてますね。高さ的には後ろにあるのがねサーフェイスプロ3ですので、はい、こんな感じの高さになってます。そして角度を変えるにはここのボタンをですね押します。はい、横から見るとこんな感じ。はい、そうすると、はい、今倒れましたけれどもここまでね行きます。あとはこう押しながら、はい、動かすと自由にね角度を変えれて、離すともう結構がっちり固定されます。ここなのでなかなかね自由に微妙な角度決めれそうな気がします。はい、はい、で花火とか撮るときはですね角度つけたいときですね、はい、ここまでしか行きません。まあこれだけね傾けば十分かと思いますけれども、もうちょっとね行きたいという場合に、はい、先ほど紹介したこちら自由運台をちょっとつけてみたいと思います。ちなみに下の角度をこんな感じで、はい、まあ撮れますので、物をね映すときにはまあ下はねこれぐらいあれば十分じゃないかなと思います。はい、あとね高さはこちら高くならないので、あとちょっとこう高くしてもですね結構不安定かな、うん、あんまりガチってこれ止まるわけじゃないんで、まあ広げて使うのがいいかなと思います。ではちょっとこの自由運台取り付けてみたいと思います。
はい、取り付けてみました。こちらね、ベルボンの自由運台を取り付けました。そうするとですね、なんとこんな感じも角度をつけることができます。はい、今ね、こちら下がね、マンフロットの三脚の限界まで来てるんですけれども、はい、このようにですね、もうほぼ垂直、はい、もうほぼね、垂直まで、こんな感じで、まあここまで上に花火が上がることはないと思うんですけれども、こんな感じでもう撮ることができます。そしてこちら RX100 の Mark II ですので、はい、このように液晶がですね、チルトするタイプですので、こうね、やると真上向いた形にできます。はい、ということで1個ね、こういった自由運台をつけてあげることで、ものすごくね、自由度が増す、角度が増すことが分かりましたので、ぜひね、このマンフロットのミニ三脚持ってる方も多いかと思いますけれども、こういった自由運台をつけてやることでね、かなり撮影の幅、角度広がると思いますので、ぜひね、こういったちっこいのでいいのでね、つけてみていかがでしょうか。はい、ということで、はい、このようにですね、ビデオカメラも全然置くことができます。はい、こちら今ですね、キヤノンのアイビス HF-G10 という結構大きめのね、ビデオカメラ、はい、載ってるんですけれども、問題ありませんね。はい、そしてこう取っ手を閉じるとね、なんとグリップ付きの、ほら、こんな感じで、ちょっと高いところもね、上げて撮ることができます。なかなか使い勝手がね、良さそうなマンフロットの三脚です。どうか。はい、ということで今回はですね、マンフロットのミニ三脚ピクシーと、はい、こちらベルボンの自由運台 QHD21 をご紹介いたしました。ではね、これを持ってね、ちょっと明日袋井の花火大会に、雨が心配ですけど行ってきたいと思います。またね、それで撮ったね、動画等は紹介させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ではどうもありがとうございます。